野尻城は、現在の宮崎県小林市登録にあった山城。伊東四十八城の一つ。木内の井戸以降が、市の史跡に指定されている。城の周囲を城の下側が囲み、断崖絶壁に挟まれた要害の城で、南北400メートル東西800メートルの大規模な城域を持つ。当初、城郭は、西北部の本丸と東南部に、 二の丸が存在したと思われていたが、後の調査により東南部が、野尻本城、西北部が後に築かれた、野尻新城と判明、二つの城郭が一体になっていた城と考えられている。現在は、農地となっているが、クルワや空堀の遺構の他に、新城側の井戸跡が残っており、この井戸跡は1989年11月4日に、 当時の野尻町の史跡に指定された。天文年間に、伊藤氏に築かれた城とされるが、城郭そのもののことか新城のことか詳細は、つまびらかではない。それ以前の延元四年に、三つま院の高木が、畠山直脇に攻め落とされた際、城主の肝月金重が落城の十日前に城を抜け出して、この野尻城に入ったとされ、また、 文明六年頃に北原氏八代、危険により併有されたとの記録もある。その後、北原氏の領地を伊藤氏が散脱したのに伴い伊藤氏の城に返した。天正四年に島津氏により高原城が落とされると、野尻城は神谷城、戸崎城ともども伊藤氏にとっての最前線の城となる。高原城主となった島津家臣の上原直金は、 この時の野尻城主である福永助友が島津に内通しているとの偽りの落とし文を佐渡原城下にばらまき、福永と伊藤家主君、伊藤義助の離間を格索した。義助はそれを信じ、福永を遠ざけるようになる。福永はやむなく島津に寝返り、天正5年12月7日に城内に島津の兵を引き入れ、野尻城は島津の城に返した。 現魔元年の一国一条例により廃除。ありがとうございます。